ヨランド男ュは、ロレーヌ女皇、バル女皇。ナポリオ王、アンジュ皇兼ロレーヌ皇、ルネ男ュとロレーヌ女皇、イザベルの長女。ジャン二世の妹で、イングランド王ヘンリー六世妃、マルグリッドの姉。1445年にボーデモン博フェリー二世と結婚した。ボーデモン博家は、ヨランドの母方の祖父にあたるロレーヌ皇シャルル二世の弟フェリー一世に始まる。 かつてのロレーヌ公家であるシャトの分けの分家であった。フェリー2世はフェリー1世の孫であり、ヨランドのまたいとこに当たった。ヨランドの結婚までには、右与曲折があった。母イザベルが、ソフシャルル2世から、ロレーヌ公くらいの継承者にされたことに十字の、ボーデモンハクアントワーヌが反対、アントワーヌに、ブルゴーニュ公フィリップ3世が協力して、 父ルネと戦闘になり、敗れた父は1431年から遊兵されてしまった。やがて釈放された父とアントワーヌとの間に妥協が成立、それぞれの子供たちの結婚で継承問題に決着をつけた。二人の子孫はハプスブルクロートリンゲン家、ディーズ家に分かれていった。二人の愛の子は以下の通りである。おいであるニコラ男・ダンジュが独身のまま死去すると、 ヨランドがロレーヌ広告を相続したが、すぐに息子ルネに譲った。森 P76、カルメット P221、ミシュレ P190P191、森 P76P77。ありがとうございます。